皆さんこんにちは、選挙品 .com 田村です。本日はカリスマ VS 嬢の幸吉さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ですね、今日はですね、女性候補者あるあるということで、女性候補者の選挙と家庭の両立というふうなことに問題について、お話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、選挙と家庭の両立っていうのはやっぱ女性候補者にとっては、はい、なかなか、切っても切れない関係だと思うんですけども、そうですね、なんかうまくやってる人っていうのはどういうふうにやってるんですかね。もう選挙が始まる前にお食事なんかも、1週間だったら1週間期間中仕込んでしまってですね、家の炊飯ですね、はい、冷凍なんかにしちゃったり、カットして作り置きできるようにしちゃって、なるほど、とか炊事洗濯、もう山盛りよ、溜まっちゃってみたいなところがたくさんいらっしゃいます。なるほど。なかなかその外でも頑張って、家庭で家事もまたやってくださいっていうと、もうこれはやってる人じゃないとわからないぐらい疲労が違うでしょうね。ご家族のご協力がないとなかなか難しいんじゃないでしょうかね。それでも厳しくて、家事も全部完璧にやるなら出てもいいよみたいなご家庭もね。なるほどですね。大変だと思いますね。ご主人のご主人というか、旦那さんのご理解というか、はい、そういった部分とかですかね。はい、ですね。ある候補者の中で、うちの旦那はカレーを3日間食べても全然怒らない候補なんでっていう。なるほどなるほど。いらっしゃって。はい、うん、ね、そういう方だといいですけどね、なかなか難しいですよね。ですからやっぱりこう選挙出るとやっぱ少なからずその家事の部分が、今までできてた時間が取れなくなってしまうという中で、やっぱそこは事前にちゃんと相談しておくっていうふうなことが、やっぱ必要なんでしょうね。あともうしんどくなっちゃうとですね、ヘアスタイル整えたりお化粧したりファッションに気を使ったりって、女性っててきめんにしんどくなるんですよね、体力的にも。 なのでちょっとやっぱり綺麗な状態で選挙を戦わせていただくためにも、ご家族のご協力が必ず必要かと思いますね。なるほどですね。よっぽど器用じゃないと、女性もそこまで全部はできないですよね。なるほど。でもとは言ってもやっぱ女性の候補者もまだまだ、十分ではないかっていうのはあるかもしれないですけども、やっぱ増えてきているというのもありまして、ね、そこを頑張って やられてるんですね。そうですね。育児しながら議員さんっていうのもものすごく大変だと思いますね。子供は待ってくれないし、なるほど、仕事も待ってくれないし、たくさんいらっしゃいますよね、育児しながら。まあ、でもやっぱり両立っていう部分を考えると、やはりその伴侶となるその旦那さんと そのパートナー関係というか、なんかこうちゃんとこうそれ協力してくれる支援関係があるかとか、あとまあお子様も物心がついている状況であればちゃんと話が通じているとかいうところの、やっぱ事前のそういったものをやることは必須なんですかね。そうですね。皆さん応援してあげてください。はい、はい、そうですよね、頑張ってますよね。あとはやっぱりその、中にはそういうふうな、そのなかなかその、すごく協力的な方もいらっしゃって、なんかこう手伝ってくれる、選挙を手伝ってくれたり、家事はもうほとんどどうぞっていうふうな、そういう恵まれたというか、そういうご理解をもう得られた方っていうのもいらっしゃると思うんですけども。なんか逆にそのちゃんとその向き合い方のコツとかっていうのがあったりするんですかね。そこは難しいですかね。そうですね、家庭それぞれですかね。でも女性候補のご性格もバラバラですし、ペアになられる男性側もバラバラですし、男性側が家事とかバリバリできる方もいらっしゃいますし、やってくれないとご飯もまだはみたいななってる方もいらっしゃいますしね。それはケースバイケースで、ご飯ができないなら外でその期間を食べてもらうとか、いろんな協力のやり方がそのご家庭なりにあるんじゃないでしょうかね。なるほどですね。でもやっぱりぜひ、選挙と家庭の両立っていうのは、うまくできている方もいらっしゃれば、なかなかその簡単ではない、本当に
時間の使い方が。そうですよね、うん、送り迎えとかもありますしね、お子さんのね。なるほどですね、うん、あとはその、まあ、ご家庭の生活の中に政治活動をすごく上手にこうスケジュールとしてこう滑り込ませるというか、うん、なんかこう織り交ぜて生活の一部にしちゃうみたいな、結構たくましい方もいらっしゃいますよね。ああ、うん、なるほど。どうだろう、なんか子供の見守りとかですかね。そうですね、あとはその送り迎えをした時の帰りに駅立ちとかをしてみるとか、うん、なんかこう自分の生活の中にそれをなるべく自然にこう盛り込むような形でやっていかれるというふうな方、うん、やっぱこうどうしてもこうまとまった時間が作れないので、うん、なんかその隙間時間をもうフルにこう上手に使っていくっていうような方もいらっしゃるかなと思いますね。いずれにしてもこう選挙に 100% 集中するということができない、こういう状況の中でもやっていかなきゃいけない。そうです、ね、ここはなかなかジレンマだと思いますけれども、はいはい、やっぱりそういったところでもやっぱご支援という部分では救急士さんもですね、やっぱご家庭があって選挙出るとなるとなかなか大変だと思うんですけども。そうですね、はい、まあそんなことがあるといいですね。あるといいですね、わ、はい、かりました。はい、まあ、ちょっとなかなかあのそういった部分は、まあ、個々のケースっていうところもあるとは思うんですけれども、はい、なんかやっぱり大変な問題、うん、どうやって解決していくかっていうところもあると思いますけども、はい、今日はちょっとそういったですね、テーマについて扱ってみました。ではありがとうございました。ありがとうございました。